時短なんだ。ということで今回なんですけれども、今日はですね、お仕事を行ってから脱毛に行くというですね、この社会人の脱毛の日でございます。朝から、これから毛を剃って脱毛に行くという一連の流れですね。やっぱり仕事終わって脱毛に行くっていう方結構いらっしゃるんじゃないかなと思いまして、僕はですね、会社の日って脱毛ってこうやってやればいいんだ、動画に残したいなと思っております。もう今起きたてでめちゃくちゃ眠いんですけれども、これからですね、ちょっと毛を剃って朝ごはんを食べて会社に行ってきたいと思います。はい、やばい、めっちゃ眠い、やばい、眠い、いけやしょう。もう普通に平日の朝は時間がないんで、卵かけご飯おいしそう。卵かけご飯と本当に美味しいから、飽きるっていう人いるじゃん。めんつゆとかにしたりとか、ちょっとわさび入れてみたりとか、これね、本当に飽きないのよ。で、また一番最初の卵かけご飯に戻ってくるっていう、このループ転生なので、これはね、本当にもうね、真似してほしい。めんつゆです。ちなみにこれ今かけてるのは。よっしゃ、ごちそうさま。ということで、ガンガンいくよ。布団をまずはしまおうか。よいしょ。お昼ご飯を作るぜ。実はニットボトったらこんな髪の毛というね。ということで、ちゃちゃっと髪の毛をセットしていきます。ちゃちゃっと、アメリカ人のなんかその結構クラスの人気者の髪型みたいにしてません？これ、あ、クラスの人気者になってみたい。まあこんなもんですかね。なんか気に入らねえけどいっか。はい、ということでこれから毛を剃ります。ね、だいぶね、ほらちょっとね、毛がねやっぱ生えてんだよね。でもすんごい薄くなった。前よりだいたい今ね6、7回ぐらいいってるんですけど、もう結構薄くなったから、これでジャジャッと剃っていきます。これめっちゃ楽だから、時短なんちゃら。ちょっとね、剃ったんですけどね、結構ツルツル感はあります。わかんないな、ちょっとこのカメラのこの火加減。今毛が剃り終わりました。僕は結構毛が太い、毛の量が結構多い方だったので、脱毛によって結構少なくなってはきているものの、やっぱりですね、定期的に行かないとちょっと毛がどんどん増えてしまうので、定期的に脱毛には行ってます。ということで、完璧な保湿をしていきます。特に冬の時期とかはですね、結構乾燥するじゃないですか。だから肌とかがね、結構ねカッサカサになっちゃうんですよ。この毛の処理とかしたら特にもうめっちゃカッサカサになって、今なんかもうカッサカッサ、しっかりとね保湿をしていきたいなと思っております。なんつーの、気分もいい、お肌にもいいし、何なんだこの完璧なこの流れはってなりますから。ということでね、こんな感じで、今ね、実はね、めっちゃ寒いんですよ。実はめっちゃ寒い。言ってないけど、あんまり。寒いとかって言わないけど、ちょっと寒い。こんな感じで保湿ができたので、そろそろ会社に行く準備をしていきましょう。では、ちょっとお弁当を作っていきます。行きましょう。あ、おはようございます。ということで、今日はですね、今日はこのポロシャツを中に着ていきたいなっていう感じの気分だったので、そういう気分にやっぱり従って僕もちょっと生きていこうかなと、今後はもう気分に従って生きていこうかなと思っているところでございます。今日はこんな感じの服装で会社に行きたいと思います。弁当作れっていう。
ということでご飯ができました。ご飯、芽ネ肉、卵、これわかめ、メダカ、歌舞伎、金魚、魚類、イルカ、歌舞伎、金魚、魚類。最近はちょっと減量中なんでこんな感じのご飯なんですよね。まあ最近じゃなくてもいつもこんな感じなんですけど、まあでも美味しいですよ。結構このねケチャップが、ヘインズっていうんですか、このケチャップがめちゃくちゃ美味しいです。お弁当にめっちゃ合う。今ほぼ終わりました、準備が。めっちゃ早く終わってプロテインタイムです。はい、そんでまあちょっとですね、まだ時間があるということで少し動画の編集をして会社に行きたいなとかって思ってます。なかなか脱毛とか、会社の後に用事があったりとか朝に用事があったりすると、どうしてもねちょっとね、僕の場合は YouTube の動画の編集の時間が取れなくなってしまうので、こういう隙間時間に編集をしていきます。この時間がやってきました、出社の時間です。行きましょう、出社、出社するぞ、出社、行くぞ。眠い。今会社に向かっておりますということでですね、見てください、歩いてる道に桜が咲いているという、キャされますね。出会いの春、別れの春、そして癒しの春ということで、行きましょう、行きましょう、会社に遅刻する、遅刻、遅刻。ということで今仕事が終わりました。月末ということで通信制限が来てしまい、 TikTok が上げられない。やばい、これから脱毛なのに TikTok を7時に上げたいのに、今は18時っていう感じなんですけど、ピンチです。これから脱毛まであと1時間半ぐらいあるので、トレーニングをして脱毛に行きたいなと思います。ということでトレーニングに行きましょう。脱毛の近くの駅について今ですね、脱毛の駅が代々木駅ということですね、都内なんですよ。ということでちょっとですね早く着いたので、これからカフェに行ってちょっと一旦休みつつ、いろいろと作業をやりつつ脱毛の時間を待とうかなとかって思ってます。ちょっとこれからカフェ探しに行きましょう。脱毛のサロンのオーナーさんから早めに来ていいよって言っていただいたので、これから脱毛に向かっております。ちょっとコーヒーもまだあるんですけれども、これからちょっと脱毛に向かって入るところからちょっと撮っていきましょう。 Go。 はい、どうも。こんにちは。ということで脱毛サロンスリーク東京さんに着きました。なんといういつもながらの安定感、安心感か。僕は結構この脱毛サロンとか髪を切りに行ったりとか、こういうのっていうのが結構ですね、僕の中でリラックスタイムというか、やらなきゃいけないっていうよりかはやって結構リラックスして、あ、またちょっとまあ少し自分に磨きがかかるじゃないですけど、あ、そんな調子乗ってとかそういうわけじゃないですよ、全然なんですけど、僕の中でリラックスタイムで、場所もすごいいい感じのお部屋でいつもやっていただいてるので、すごい心も満たされております。ということで脱毛をやっていくんですけれども、現在ですねちょうど3月の24日、まあ、全然ちょうどもう何もないんですけど、スリーク東京さんが実は移転することになってしまって、今代々木公園からもう歩いてすぐなんですけど、あべ代々木駅から歩いてすぐなんですけれども、次移転する場所はまた代々木駅歩いてすぐということで、まあ、さらにちょっと広くで、さらにちょっといい感じの雰囲気で、回数が11回、もうめっちゃ高くなるということで、すごいなんか鳴ってますね外で。これからスリーク東京さん気になるなって方は、下の概要欄の方にホームページとか、あとは詳細場所とかも書いてあるので、ちょっと場所を間違えないように、来たけどないとかっていうのは本当にぜひちょっと場所を間違えないようにしてください。ということでこれから脱毛を行っていきたいと思います。いきましょう、脱毛をしていくでー。はい、ということでお待ちかねの脱毛が始まりました。僕毛を剃ってきたはずなんですけれども、やっぱりちょっと毛の残しがあったみたいで、もうオーナーさんに毛残してやるよってね、ちょっと叱られあ、やばいやばい
優しいです、オーナーさんは。脱毛の流れとしては、前にも見てくださった方はわかると思うんですが、ジェルを塗って、そのジェルの上から、ピピピピと、ピピピピと、脱毛のね、光線を当てていくというような流れになっております。この光の痛さって、どのぐらいかなって気になる方いらっしゃると思うんですけれども、首元はもうイチゴぐらい。イチゴです。フルーツのイチゴです。はい。イチゴぐらいの甘さ。で、この口の上とか、この口の周りとかっていうのは、結構ちょっと痛くて、リンゴぐらい。リンゴ痛くないやんって思うでしょ？リンゴ痛くないやんって。だけど、リンゴって食べすぎるとちょっとね、酸味でピリピリしてくるんですよ。もう、そんな感じ。言うならば、もうそれ。誰？俺だ。脇の脱毛は本当にそんなに痛くなくて、これちょっと震えてんですよ、ピリって。これ、震えてんですけど、これ笑ってるだけなんですよ、本当に。もう面白くて。こっちまだ大丈夫だよ。僕は全身脱毛なので、ありとあらゆるところをもうね、光を当てていくんですけれども、もうありとあらゆるところでもやっぱりね、ありとあらゆる痛さがあるわけですよ。やっぱりありとあらゆる場所ということは、ありとあらゆる痛みがあるわけなんですよ。ということで、今はお腹周辺をやっていますが、ここら辺は正直あんまり痛くないので安心してください。なので胸毛とか悩んでる方とか、あとはギャランディー悩んでる方はあんまり恐れなくていいかなって思います。その後、足なんですけれども、足は正直めちゃくちゃぬるゲーです。何ぬるゲーってどんぐらいぬるゲーなのかっていう話なんですけれども、まあ家族が5人いたとして、4人先にお風呂に入りました。その後僕がお風呂に入ります。そうするとやっぱりお風呂ってちょっとぬるいじゃないですか。そのぐらいぬるい。本当にぬるいので、もう全然痛くないです。だから、すね毛で悩んでる方も、全然安心して、受けてください。ついに VIO です。もうこのね、セルフモザイクを今しているわけなんですけれども、この VIO がね、ちょっとやっぱり痛い。どんぐらい痛いかっていうと、もうマスタードかっていうぐらい。マスタードかっていうぐらいの辛さ。あ、ちょっと辛い。やっぱりマスタードちょっと辛いな。初めて食べたけどマスタードって。でも慣れてくると、あれちょっと美味しいみたいな、そういう痛みが好きだとかそういうことじゃないんですけど、まあそんなイメージです。体の表が終わりまして、次は背中となります。背中の脱毛は本当に痛くないので、めちゃくちゃ安心してください。これはもう自信を持って言える。背中は痛くない。どのぐらいの痛さじゃないかというと、ブドウってもう皮ごと食べれるじゃないですか。もうそのぐらい。ラストに VIO の O となります。まあここはね、本当に正直ちょっと痛いなんですけれども、僕は結構強度を上げてもらっていて、この強度っていうのは調節できるので、痛かったら下げてもらうこともできますが、僕はね、もう痛みに立ち向かわなければならないという、もう自分の中で心で決めておりますので、もうこの痛さといったら、パイナップルのちょっとトゲのところを少しなんか、あいって愛ってなんかこうやって当てたぐらいな、ちょっとそんぐらいの本当に痛みなんですよ。まあ痛みには耐えられる。人間痛みには耐えられるということで、強度を上げていただいております。はい、ということで、脱毛が終わりました。結構詳しく解説できたのかなとかって思ったりするんですけれども、こんな感じですね。僕はいつも脱毛をやっていて、だいたい1時間もあれば結構全身をやれるので、もう全身は僕かなり毛深かったんですけど、だいぶ改善されてきたって感じですね。まあ社会人でもかなり通いやすいんじゃないかなと思います。意外と、うわ、だるいな、通うのって方結構いらっしゃる感じしますけど、僕はなんか通い始めたらもうそんな感じはしない。本当に自分のメンタルケアな感じで僕は来ちゃってるので、もうそういう感じで気軽に通ってみるのもありなんじゃないかなって僕は思います。ということで、脱毛サロンは以上になります。では、お家に帰りましょう。ということで帰ってきました。もうだるぎになってしまったんですけれども、これにて僕の一日が終了になります。ということでですね、脱毛の情報については概要欄の方に貼っておきますので、金額だったりとか場所、どこに移転するのかっていうのも書いてあります。ぜひですね、チェックしてみて。脱毛っていうのは結構流行ってますので、やる日は早ければ早いほど結果も早く出て、夏にはすね毛とかも出したくないっていう方は、まっすぐに出せるような日が来るんじゃないかなと僕は思います。ぜひちょっと最善の選択をしていただければなと思います。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。
of the sun.